皆さんこんにちは、仙台放送アナウンサーの飯田奈々です。さあ、お家で過ごす時間が増えた今、自炊を頑張っているという皆さん多いと思います。そんな皆様にちょっとプラスになったらいいなと思って、こんな企画を考えました。題して、プロに聞いたお手軽レシピ。家にあるような食材を活用してお手軽に美味しい料理が作れたら嬉しいですよね。私がある料理のプロにレシピを聞いてきましたので、その料理をここで作っていきたいと思います。この方です。仙台駅のすぐ近くでタイ料理店ターちゃんを営んでいるオーナーシェフのターちゃんです。これまで仙台放送のイベントで番組のカフェを出店するときに一緒にメニューを考えてくださっていました。海外にロケに行くときに一緒に行かせていただきました。もうマルチに活躍するターちゃんの作るタイ料理はもう本当に美味しいんですよ。そのターちゃんがお手軽に作れるレシピを考えてくれたので、こちらを紹介します。こちら、電子レンジで簡単タイ風ツナチャウダーです。ツナ缶ってどうしてもこう3個セットとか4個セットとかを購入してしまうと、一人暮らしだと余っちゃうことありますよね。そんなツナ缶を使って、しかも電子レンジだけで調理をしていきます。ツナ缶1缶、こちらは油抜きをしてください。そして牛乳、玉ねぎ、トマト、ミックスベジタブル、小麦粉、コンソメ、塩コショウ、さらにはタイっぽさを出すためのナンプラーとトムヤムペーストです。こちらにですね、みじん切りにした玉ねぎを入れていきます。はい、そして牛乳、こちらですね。はい、この状態で早速2分加熱していきます。はい、600ワットで2分加熱していきます。スタート。5、4、3、2、1、はい、2分経ちました。ここからですね、まずは小麦粉を入れていきます。小麦粉は固まりやすいので気をつけてください。もう少しずつ入れてよく混ぜること。はい、しっかり混ざりました。ちょっととろみがついたような感じになりましたね。続いて、コンソメ、塩コショウも入れます。で、味がよく、染み渡るようにしっかりここでも混ぜていきます。はい、そしてミックスベジタブル、これ入れると一気に彩りが華やかになりますよね。ナンプラー、小さじ半分ぐらいですね。はい、そして残りの牛乳を加えます。さあ、そしてこの状態で2分加熱していきます。私先ほどナンプラーこれ使いましたけど、かなり独特の匂いがするんですよね。ただもうタイではもう欠かせない旨味調味料でして、スープとかに数滴垂らすだけでタイ風の味に変わるっていうことで、ターちゃんもご自宅の冷蔵庫に1本あってもいいんじゃないっていうことを言っていました。私が初めてタイに行ったのが、それこそ旅番組のロケだったんですけど、それまではもうタイのイメージといったらゾウ、もうタイイコールゾウのイメージだったんですよ。しかも空港をもう一歩外に出たらもうゾウが歩いてるみたいな、そんなイメージだったんですけど、実際行ってみたら全然違いました。特にバンコクの中心部とかはもう高層マンションとか高層ホテルとかがいっぱい立ち並んでいて、もうおしゃれなショッピングモールもあって、もう大都会で、肝心のそのゾウにはアユタヤに行って会うことができました。ゾウに乗ることもできますし、ゾウとこう一緒に写真を撮ることもできるんですよ。ひょいって前足を出してここに座っていいよってしてくれたり、あ、ちょっともうちょっと話があるので、あと一つ聞いてください。なんかゾウがこうトーンって離れハグをしてくれたりとかして、
すごく楽しいので、ゾウとのふれあいはおすすめです。さあ、2分経ちましたので、ここで取り出します。ああ、もうちょっとエスニックな香りになりました。ここで登場するのがトムヤムペーストです。少しずつオレンジ色になってきました。そしたらここでツナ缶を一缶入れていきます。これは油は抜いておいてくださいね。最後にトマトを入れていきます。タイ料理では酸味をすごく大事にするそうなんですけれど、今回も酸味を出すためにトマトは最後に入れていきます。あまり煮込まないことがポイントです。そしたらこの状態からさらに1分電子レンジで温めていきます。はい、スタートしました。でこちらトムヤムペーストを先ほど入れたんですけど、これもうすでに唐辛子とかハーブとかレモングラスが入っててしっかり味がついているそうなんですね。ちょっとここで舐めてみたいと思います。これだけでも美味しい。あーちょっと濃いめ、あちょっとピリ辛、辛いけど美味しい美味しい。あでもちょっと後味辛い。1分経ちました。いやいやいや、いい感じですよ。美味しそうな匂い、食欲そそられる匂いです。では仕上げにちょっとパセリを振りかけたいと思います。はい、これで完成です。では完成したのでいただきます。美味しい。あ、後味ちょっと辛い。後半ちょっとピリッと辛さがきますね。いやー美味しい。うまくできました。お子さんとか辛いものが全く苦手という方はですね、ナンプラーとトムヤムペーストを入れなければシンプルなツナチャウダーになります。いやーって電子レンジで加熱していた時間トータル5分ですよ。5分。さすがターちゃん。ターちゃんありがとう。皆さんももしよかったら作ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバイ。